山田バサラ。サラよンござより誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日のサラバンジタよりのお題はですね、小さな発見、小さな喜びの積み重ねですというタイトルでですね、ユンタクしたいと思います。先ほどお昼の時間なんですけれどもね、 うちの妻がですね、お盆にお供えするお花をですね、そういえばまだ買ってなかったねというですね。まあちょっとね、う今回のお盆も親戚の全員でね、もう一部の人しか集まらないというですね、まだコロナ禍のですね、まあちょっと小スタイルのね、えー、まああの旧盆スタイルのもんですから我が家はですね。なのでまあお花もですね、まだあの準備してないことに、 えー、気がつきましてですねあじゃああの花買いに行こうかということでねあのー、僕がねこのサラバンジ地よりで以前、えー、まあ出会ったですね、えー、小さなお花屋さん散歩道というですね、えー、お花屋さんがあるんですよもし興味がありましたら去年のですね12月にね紹介したお花屋さんがあります個人でね経営しているですね、えー、本当にあの小さなですね とってもいいお店なんですね、えー、そこうちの、ね、妻がですねあ,あなたの知り合いのね、えー、お花屋さん行きましょうよということでね行ってきたんですよであのー、初めてですねうちの妻をその散歩道にね紹介することができてまず嬉しかったんですけれどもあのー、お店にね入った瞬間ですねえバサラさんあのー、こないだね あの、NHK にバスラさんの CD が紹介されたみたいじゃないですかって言われましてですね。あの、とっても <laughs>。 嬉しかったです。あの、僕が出たわけじゃないんですけどもね、僕の CD なんですけれども、まあ、あの、そういう風にね、まず言ってくださって嬉しかったですね。まあ、あのー、何か僕のもしかしたらね、このサラバンジュだよりか、他のね、なんかインスタグラムかなんかで、えー、僕のね、投稿を見たのか、とにかくそういう風にね、あ、バサラさん、あのー、ね、こないだの鶴瓶さんの、あのね、えー、鶴瓶の家族に乾杯に、バサラさん CD 出たんですね、ということでね、非常に話がですね、もう最初から盛り上がりましたですね。 なんかあのまあ先ほどのねタイトルにもつながる話なんですけれどもね毎日ですね、まあ、こう投稿している中でねこう考えてきたらもう440日を超えてるわけですね毎日毎日のこの投稿がえー、もう本当にね一番最初の頃から考えたらですねいろんな方との出会いがねこの0回からこの440回までありました。 そして、まあもちろんライブ活動もあればですねえ、こうやって営業をしてですね、出会った人もいて、もうおかげで、そのおかげで話題がね、こうやって広がって、またね、えこの僕の、おねえ、こういうサラマンジャールをはまだ見てくださってると、ね、いう方がね、えいらっしゃるわけですね。なんか、そういうね、あの、僕も毎日ね、毎日話題をね、持ってるか、明日の話題ってまだ僕何も考えてないですよ。でも、 こうやって毎日毎日投稿するとですねあのこうなんかこう歴史のようになりますしですねまた何でこう毎日のようにねこうネタがねあのそう言われたんですよあのお花屋さんにもですね「バサラさんなんかいつも忙しいですね忙しくしてますね」って言われるんですけど僕自身はめちゃめちゃ暇なんですよ気持ち的にはですね。もっともっと歌の仕事欲しいしねいろんな方と出会いたいしね。 もっともっとときめきたいしね。でもやっぱりこう、見てる方は、バサラさんなんかいつも忙しくしてるなーっていう風に見えるみたいです。なんかこう、やっぱりそれってやっぱり僕が動いてるってことですよね。動いてるというのは、あの、実際に体を動かしてるというのもあれば、あの、心が動いたりとかね。まあ、感動するっていうこともいわゆる動く、心の動きですよね。そういうことをですね、毎日続けてるから、なんか、何かいつもなんかギリギリ、ギリギリね、ネタがあるんですよね。 今日もですね、昨日までは何を喋ろうかなーってなかなかこう話題が浮かばなかったけれども、お花屋さんに行くとですね、こうやって、あ、バソラさん、この間 NHK に出たそうじゃないですかって言われると、ああ、これネタになるなーと、ね、お花屋さんの宣伝も久しぶりにできるし、こういうことをですね、言われたということをね、報告することもできるし、 なんかね、なんかそうやって自分の YouTube が作、作られていくということをですね、改めて、え、まあ自分で体験することができました。やっぱりこう、日々ね、なんかこう、動く。やっぱ大事なことかなと思います。もちろん体を動かすっていうことだけを言ってるわけじゃなくて、先ほど繰り返し繰り返しますけども、感動することですね。 それがね、心を動かすということも、まあ、動くということですのでね。なんかお互いね、なんかこう感動したりとか、まあ散歩に出たりとか、ね、そうしながらですね、毎日、なんかこうネタをね、見つけると、やっぱり心も喜びますんで。はい。ということで、僕自身の体験の中で動くっていうことは大事だよということを改めて感じました。ということで、えー、散歩道さんありがとうございます。今日も一日、サラバンジ。